モービル市の中心部モービルはアメリカ合衆国のアラバマ州南部メキシコ湾岸に位置する港湾都市である。人口は19万5111人。1993年に千葉県市原市と姉妹都市提携を行った。アラバマ州南部のメキシコ湾に面する都市で州内では唯一開港を持つ都市である。油田によって発展した町で石油化学工業が盛ん。 また、政治、繊維、アルミニウム工業などが発達している。一方で、近郊のガルフコースと一体は、白車の海岸が広がり、穴場のビーチリゾートにもなっている。沿岸は新鮮な海の幸が豊富で、シュリンプをはじめ、クラブ、オイスターなどの料理が名物。映画、ホレストガンプの舞台となったことでも知られ、以後は観光都市として注目を浴びるようになった。 モービルは北緯30度40分46秒、成形88度6分12秒に位置する。日本の種子島とほぼ同じ緯度である。アメリカ合衆国統計局によると、モービル市の総面積は4 1 2 9ートルである。このうち3 0 5 4 k トルが陸地で、1 0 7 6ートルが水域である。 総面積の26.05%が水域となっている。2000年の国勢調査で、この都市は人口198,915人、78,480世帯、及び57,76家族が暮らしている。人口密度は651.4、警平方メートルである。十二点二警平方メートルの平均的な密度に千百八十七件の、 住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人50.40%、アフリカン・アメリカン46.29%、先住民0.24%、アジア1.52%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.53%、及び今月、本欠1.00%である。人口の1.242%はヒスパニック、または、 ラテン系である。この都市内の住民は26.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.8%、25歳以上44歳以下が28.0%、45歳以上64歳以下が21.0%、よび65歳以上が13.7%に渡っている。中央値年齢は34歳である。 女性100人ごとに対して男性は87.8人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は82.9人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は3万1445ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は3万9752ベードルである。男性は3万1629ベードルに対して、女性は2万2051ベ米ドルの、 平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は18,072二米ドルである。人口の21.2%及び家族の17.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の31.4%及び65歳以上の14.7%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。